ウナイ・エメリ・エチェゴイエン、1971年11月3日対は、スペイン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。祖父、父、叔父がサッカー選手であった。祖父は1920年代から1930年代にプレーし、コパデルレイで2度の優勝経験がある。父親と叔父は共にゴールキーパーとしてプレーした。レアル・ソシエダの下部組織出身であり、ポジションは左サイドハーフ。24歳だった1995年にトップチームデビューしたが、トップチームでは5試合出場1得点、アルバセテバロンペー戦に待った。1996年に CD トレド、2000年にラシンフェロル、2002年に CD、レガネスに移籍したが、選手としては目立った活躍はできず、セグンダディビジオン、2部やセグンダディビジオン、3部相当のクラブを転々とした。2004年11月、所属していたロルカ・デポルティーバ CF の監督が更迭されると、クラブは深刻な膝の故障で戦列を離れていたエメリに監督就任を依頼した。エメリは現役を引退するとともに33歳にしてロルカの監督に就任し、クラブ史上初のセグンダディビシオン昇格へと導く。さらに、同シーズンのコパデルレイではプリメーラディビシオン一部のマラガ CF から金星を挙げた。2004から05シーズンは昇格初年度ながら勝ち点69を稼ぎ、ロルカを5位に躍進させた。昇格圏からはわずか勝ち点5差であった。2006年夏に同じセグンダディビシオンのドアルメリアの監督に就任すると、2006から07シーズン終了後にはやはりクラブ史上初のプリメーラディビシオン一部昇格を果たし、セグンダディビシオン最優秀監督に選出された。なお、エメリが退任したロルカは2006から07シーズン終了後にセグンダディビシオン B 降格となっている。2007から08シーズンにはセビージャ FC やレアルマドリードに勝利する采配を見せ、プリメーラディビシオンで8位に入った。2008年夏、ロナルド・クーマン監督の後任としてバレンシア CF 監督に就任。就任時には36歳であり、バレンシア史上最年少の監督となった。深刻な財政難によって補強が進まず、シーズン中には給料未払いが発覚するなどクラブは混乱状態にあったが、2008から09シーズンは6位で UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。同シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは、ラウンド32で FC ディナモキエフ、ウクライナに敗れ、コパデルレイでは準々決勝で、セビージャに敗れた。就任2年目となった2009から10シーズンには、クラブを3位に導き、2シーズンぶりに UEFA チャンピオンズリーグ出場権を取り戻した。同シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは、準々決勝でアトレティコ・マドリード、スペインと対戦し、結果的に優勝するクラブにアウェーゴール差で敗れた。コパデルレイでは、ラウンド16でデポルティーボラコルーニャに2試合合計 3-4 で敗れた。2010年夏にはダビド・ビジャが FC バルセロナに移籍し、ダビド・シルバがマンチェスターシティ FC に移籍した。飛車角が抜けたにもかかわらず、エメリのバレンシアは国内リーグ戦最初の6位で5勝1分の好成績を挙げ、UEFA チャンピオンズリーグではブルサスポル、トルコに4-0で快勝した。同大会では決勝トーナメント進出を果たしたが、決勝トーナメント1回戦でシャルケ04、ドイツに敗れ、コパデルレイでもラウンド16でビジャレアル CF に敗れた。国内リーグ戦では2シーズン連続で3位となり、再び UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2011年夏にはフアン・マタがチェルシー FC に移籍し、2年間でビジャ、シルバ、マタといったスター選手が相次いで退団したにもかかわらず、2011から12シーズンのリーグ戦も3位で終え、クラブ史上初めて3シーズン連続で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した監督となった。同シーズン終盤には、シーズン終了後の退団が発表され、後任にはマウリシオ・ペジェグリーノの就任が内定した。2012年5月13日、ロシアプレミアリーグ FC スパルタク・モスクワのレオニド・フェドゥン会長が同年夏のエメリの監督就任を発表した。契約期間は2年間。2012から13シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループ最下位でグループリーグ敗退が決定。リーグ戦では中位に沈み、11月25日第17節の FC ディナモ・モスクワ戦では-5で惨敗を喫した。同日、スパルタク監督解任が発表された。2013年1月14日、解任されたミチェルの後任として、セビージャ FC の監督に就任した。就任1年半で UEFA ヨーロッパリーグを連覇するなどの功績が評価され、SSC、ナポリなど他クラブが興味を示していたが、2015年6月5日にセビージャとの契約を延長した。翌2015から16の国内リーグは、昨季より成績を下げたものの、L では UEFA 史上初となる3連覇の偉業を成し遂げた。契約期間は2017年6月までとなっていたが、このシーズンをもって勇退した。2016年6月28日、パリ・サンジェルマン FC の監督に就任した。チャンピオンズリーグでは、過去23度対戦し、一度しか勝利していない FC。バルセロナとベスト16で対戦。ファーストレグで4-0と大勝し、ベスト8進出を手繰り寄せるも、セカンドで1-6と、まさかの大逆転負けを喫し敗退。就任当時4連覇中だったリーグアンでも、AS、モナコに優勝を譲り5連覇を逃した。国内カップ戦では2冠を達成。翌シーズンのチャンピオンズリーグベスト16では、レアル・マドリードと対戦し、ファーストレグではアウェーで先制するも逆転を許し、1-3で敗戦。セカンドレグで1-2で敗戦しまたしてもベスト8、進出を逃した。国内では2年ぶりのリーグ優勝とカップ戦を含め3冠を達成し、リーグワン最優秀監督賞を受賞した。このシーズン限りで監督を退任した。2018年5月23日、アーセナル FC の監督に就任することが発表された。いずれも指導者時代、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。